かつて世界は戦いの絶えない戦国時代だった。一国一里というシステムはまだなく、忍びの組織は一族単位の武装集団でしかなかった。戦乱の世で物を言うのは力。ウチハ一族はズムケダチャクラとシャリンガンを有した戦闘一族として各国に知れ渡っていった。そしてウチハと双璧をなす最強と呼ばれた森の千獣一族、その多さで忍び世界の頂点と言われた千獣柱間。ウチハと千獣、二つの一族は幾度となく戦った。しかし果てることのない戦いの末に待つものは一族の滅亡。そう考えたウチハと千獣一族は、対立の立場から一転、手を取り合い新たな組織を作り上げた。それが後の木ノ葉隠れの里となった。だが所詮ウチハと千獣は水と油、交わることなどできはしない。それが分からぬ連中に裏切られたウチハマダラは里を抜けた。そしてマダラは復讐者となり、木ノ葉隠れの里に戦いを挑んだ。互いの意志をかけた新天道地の死闘は終末へと行き着き、
そしてマダラは。柱間に破れた。ウチハマダラは敗れた。だが戦いは終わってはいない。これは新たなる戦いへの火蓋にしか過ぎんのだ。ウチハマダラが望みのために、暁の名のもと最強の忍びはここに集った。暁の目的、それは膨大なチャクラを有する美獣の収集。それぞれの猛者は狩りへと走り、そして当然のように戦果を上げていった。暁の一人、起爆粘土を操るデイダラも、一尾主角の人中力、砂漠のガーラを標的に定め、砂塵の遥か先に構える里、砂隠れを強襲。自らの芸術をもって風影に挑んだ。お前が風影ガーラね。この里は俺が守る。お前たちの思い通りに行くと思うな。なかなか楽しめそうじゃねえか。うん。戦闘開始。あらよっと、さーて、これから楽しい場所へ連れてってやるぜ、風影。デイダラの起爆粘土は風影を翻弄し、結果一尾の捕獲に成功する。しかしこの一件は
砂の同盟国である木の葉の忍びたちを呼び寄せるに至った。始末役として立ったのは赤砂のサソリ。対峙するは木の葉のくの一春のさくらとサソリの祖母である千代の二人。開墾、覚悟、そして空虚、さまざまな思惑が交錯する中、サソリは静かに巻物を取り出すのだった。喜べ、この三代目風影で貴様らを葬ってやる。こいつは。さくら、恐れるな。このわしがおる。さあ、せいぜい俺を楽しませてみろ。戦闘開始。もらった。はず。準備万端じゃ。退屈しのぎにもならねえ。サソリの妙義はサクラたちを大いに苦しめた。しかし熾烈を極めた戦いは結果としてサソリの敗北に終わる。サソリの奥底にあるかすかな感情、そこから生まれた一瞬の隙をつかれての敗北であった。暁は次なる手として得意なる能力を持つ二人、飛弾と覚図を。九尾の神中力渦巻きナルトが住まうこの半隠れへと向かわせた。共に不死の存在である二人は木の葉の抵抗をものともせず進行を進めてゆくが、ついにその眼前に木の葉でも指折りの実力を持つ畑かかしたちの迎撃を受ける。
悲願に挑むは死の仇、怒りの瞳を向けるなら鹿丸。対する悲願は新たなる煮えの出現に歓喜の声を上げるのだった。人を呪わば穴二つ。お前は俺の死を呪い倒した。てめえだけのうのうとはしゃいでいられると思うな。邪神様、見ててくださいよ。こんなやつあっという間にぶっ潰ししまいますから。戦闘開始。さて、手も足も。次氷結。勝負あり。どうだ。最高の痛みだっただろうが。明らかに悲願の実力は上にあった。しかし慢心は油断を生み、油断は隙を作る。その隙を鹿丸は見逃さず、形勢は逆転。悲願は敗北し、地に沈むのだった。一方各図は圧倒的な戦闘経験を生かし、畑かかしを徐々に追い詰めていた。ところが事態は急転する。突如その場に九尾の人中力渦巻ナルトが現れ、各図の前に立ちふさがったのだ。お前が九尾の人中力か。真術で決めてやる。お前の方から来てくれるとは、探す手間が省けたぞ。戦闘開始。
座だ。いかに強力な術があろうと、俺の経験に混ざるものはない。圧倒的な戦闘経験の差、各図は標的を確実に追い詰めた。しかし渦巻ナルトはその苦境を巻き返し、歴戦の強者各図を相手に勝利を収めた。若き目の台頭、歴史の風は大きな変革を迎えようとしていた。そしてそれは木の葉より遠く離れたとある場所でも見ることができた。ウチハのアジト、そこにウチハイタチとサスケの二人が対峙していた。ウチハを背負う兄弟の激突、血を分けた二人の決闘が今まさに始まらんとしていた。俺の悪夢は今日ここで終わる。イタチ、あんたを葬ることで。お前のその目では何も捉えることはできない。何者？戦闘開始。これで終わりだ、サスケ。命の火をかけた両者の攻防、イタチの実力はサスケを上回っていた。それでもなおサスケは倒れず、最後まで抗った弟に対し、兄は意志を残し、
ここに倒れた。イタチの死、そして兄の真実はサスケの心を揺さぶった。揺れた心はやがて憎しみへと変わり、ウチハサスケは闇に歩むことを決意するのだった。そしてウチハの決闘と時同じく、伝説の三人が一人、ジライヤは暁の調査のため雨隠れの里へと侵入していた。しかしそこで相まみえたのはかつての弟子の一人であり、今や暁の一人として暗躍するコナンだった。暁に身を落とすとは。所詮先生に私たちを理解することなどできない。あなたはもう過去の人。暁にあだなす者は誰であろうと関係ない。ただ消すのみ。戦闘開始。もはや神くじ同然。箱に走りなさい。逃がさない。愚かしい。甘い。消えてもらう。式神の舞。ただ一つの目的のため私は戦う。たとえ死が相手であっても手を抜くことはなく、ジライヤはコナンの術に翻弄され、そして戦場に現れたペイン陸道の攻撃によって雨に散った。もはや彼らの野望はとどまることはなく、ジライヤを退けたペインとコナンはついに九尾捕獲のため木ノ葉隠れへと進行する。突然の襲撃を受けた木ノ葉は阿鼻叫喚に包まれ、強大なるペインの力によって瞬く間に崩壊していった。木ノ葉に残されたのは絶望に沈むものとむき出しの大地。しかしその中にあってもただ一人、
ペインに強烈な怒りを向ける者がいた。それこそ仙人の力を宿した渦巻きナルトであった。人外の気迫を抱くナルトに対し、ペインのうちに焦りの色はなく、思考の同日リンネガウはただ目の前の標的に狙いを定め、かくして神と仙人との戦いは始まるのだった。里を無茶苦茶にしやがったお前は絶対許せねえ。いくら吠えたところで状況は変わらない。強大な力を前に弱者はただ逃げ惑う。お前はここで終わる。これで少しはおとなしくなるか、キュウリ。激闘を制したのはペイン。神の力は怒りの方向さえも散らし、キュービ捕獲はもはや時間の問題となった。しかし渦巻きナルトの抱く平和への意志はペイン、あのナガトの心さえも動かし、そしてこの葉隠れを救い、彼は散っていった。暁の描く計画は少しの変更を余儀なくされるも、人中力捕獲の行動は続く。次なる狙いは八尾の人中力キラービー。対して暁は尾のない美獣と呼ばれる男、星垣キサメを向かわせたのだった。あなたが八尾キラービーですか。サメサメと泣かしてやるぜ、このサメ野郎。さて
あなたはどれほど私を楽しませてくれますかね。戦闘開始。なかなか美味でしたよ、タコのチャクラは。キラー B との激突はサメ肌との連携を見せたキサメの勝利で終わるも、いよいよ捕獲寸前の際に雷影の介入によりことはなされずに終わった。しかしことの首謀者深淵の黒幕内葉マダラに焦りは見えない。すべて想定の範囲にあり、すべては計画通りに進む。内葉マダラの計画にブレはなかった。ここまで来るのに随分と犠牲を払ったようだね。全ては計画のためだ。だがあいつらの犠牲によって7体の美獣の力を手に入れた。これで次に進むことができる。お前にも働いてもらう。僕は君の犠牲になるつもりはないけどね。これより第4次忍界大戦を始める。